はい、七夕賞ってことでね、やっておきたいと思います。秘密結社小籔総帥ハッチーでございます。何年ぶりだかのね、7月7日の七夕賞ってことで、まあ土日にこう七夕賞のこのタイミングが来るのも、まあぶっちゃけて言えば7年に2回ペースのわけじゃないですか。まあウルードスとかでね多少来るけれどね、という中で、まあ七夕賞この時期なんだけれども、梅雨の中休みで馬場状態的にはちょっと思ってたほどじゃないな、ありそうもないなとは思いつつですね、荒れる方の予想でね、こんな感じで行ってみたいと思います。まずは3番のボーンディスウェイ、想定4番人気、まあ、前走福島民放杯2着と、まあ、東京より中山とか福島とかの小回りコースの方が結果を残している馬で、上位人気、まあ、実績実力今の勢いその他もね揃ってるんでね、まあ、一応手堅く入れておこうかなってとこですかね。まあ、そして6番の新田、まあ、去年この時期友恵賞を勝ったように夏馬って感じがしますからね、まあ、休み明けを叩いてここ目標だというふうに信じたいですね。まあ、そして9番のバビット、まあ、3走前 G2 3着京都でね3着に来ているような、まあステイゴールド系、梅雨時ですしね、まあこういう時の馬場状態に強いのがステゴ系みたいなとこはあるんでね、入れておきたいと思います。まあ、そして10番のリフレーミング、まあ、前走新潟では全く届かないみたいな感じですが、まあ、その前がね中山福島と連勝してんですね。まあこういう小回り系のコースの方が得意というところで入れておきたいと思います。まあ、そして11番のキングズパレス、まあ、前走新潟は2着に来てますね。まあ、中山のね芝2000でオープン入り準オープンを勝ったようにですね、まあ、この馬にとってはこういった小回りコースが得意な舞台っていう感じのタイプの馬で、5頭ボックスなら大体当たるだろうというような感じで今回は行きたいと思います。というわけでいつも通りですねやっていくんで、チャンネル登録とぜひよろしくお願いいたします。以上ハッチーでした。